ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ東京より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。お願いします。今回ご紹介させていただくお車がマセラティ MC20 チェロ2023年式600キロ、こちらの車両になります。はい、ついにやってきました。はい、初紹介ですかね。そうですね、はい、意外に紹介してないんすね。うん、まあそんな入庫、まあ、東京店実際はクーペの MC20 も含めて在庫として置くのは初めてなので、まだそんなに入ってくる機会が少ないお車にはなります。出て結構経つのかなって思ってたんですよ、はい、そしたら今回いろいろ整理したら通りで入庫しなかったわけだっていうのが判明したんでまず概要の方から、はい、こちらクーペが一応2020年に発表されてるんですよね。はい、でその時に、まあ、結局コロナが被っちゃって、はい、納車だったり製造がかなり延期されたみたい でその辺の関係で、まあ、だいぶ遅れが出た、はい、でこっちのチェロオープンモデルの方が2020年に発表されて、はい、まあ、具体的には23年からデリバリーということで、はい、結構前から知られてはいてしれっとこうオープンモデルも出たけど、はい、実際デリバリーの方がだいぶ遅れたりとかっていうのがあったんで、まあ、なかなか市場流通も納車も遅くなったのかなと。で、今回のこちらのMC20 なんですけども、はい、もうメーカー側で言ってる基本理念のところ読みました、はい、100% メイドインモデラ100% メイドインイタリーっていうのを基本理念に持って開発されてるらしいです、はい、で MC20 のその MC の方がマセラティコルセで20の方が2020年発売なんで、まあ、それに合わせて20っていう名前になってるそうです。でこれが非常に重要で、それまでのグループからフェラーリが抜けてスタートしてるんで、その辺がかなり一新されて車が出てきてるんですよ、はい、そしてですねこちらのモデル非常にスポーティーなモデルではあるんですけど、去年から GT2 の車両も発表されてるということで、はい、まあ、元々なんか発表の時からモータースポーツへの復帰も計画されてたということで、うん、まあ、かなりレーシング色の強い、うん、モータースポーツ色の強い車になってるようです、はい、でまずエクステリアから見ていきたいんですけれども、はい、寸法がかなり不明だったんですよ僕。謎じゃないですか。まあまあまあ街中で時々見かけはしますけど、なんかデザイン的になのか大きいのか小さいのかちょっと分かりづらい、うん、でまず寸法の方が全長4669、はい、全幅の方が1965で、全高の方が結構低くて1224ということなんですけど、はい、グランツよりかも一回り短い、うん、そうですね、結構コンパクトな車の作りになってるようです、うん、そしていろいろマセラティのマセラティらしいところを踏襲してますね。そうですね、いっぱいあると思うんで、このなんか魚っぽい先っぽがとんがった、はい、こっちのバンパーデザインだったりだとか、はい、あと全体にボディの上下で異なるテーマでデザインされてるそうです、うんうんうん、で全体的にはエレガンス、パフォーマンス、快適性、はい、デザインされてるんですけど、上側に関してはエアロパーツを基本的にオンするエアロパーツをつけない、はい、美しいボディラインを強調されてるそうです、うん、で下側に関してはもう機能美、うん、だ結構バンパーとの造形とか、あとこの後見ていただく横とかも造形結構こう激しめというかエアロデザインがかなりされてる、そうですね、そういったデザインになってるそうです。でそれもそのはずで、なんと風洞2000時間ぐらい入れていろいろ実験してるそうです。で1000回以上の流体シミュレーションもして、空力に関してはかなり考えられたデザインらしいです、うん、そしてやっぱりこれだけマセラティらしさを残して新しくするのってすごいですよね。いやすごいですよね。僕も最初、今も本当にツッチーが言ったようにこのモデルが発表された時に一番印象があったのが、他メーカーに比べてそのバンパーのデザインとかあまりこう過激すぎないで、真横から見た時にすごくこうスタイリッシュな感じの印象を持ってて、それでいて空力をものすごく考えられた、まあスーパースポーツカーだったので、ちょっとすごく期待はしてたので今日楽しみです。そして気になるボディカラーの方、グリージョインコグニート、ホームページのカラーとだいぶ実写違うっすね。そうですね、コンフィグで見るのとはちょっと、うん、だいぶ実写の色味は違うかなっていう印象はありますね。コンフィグだともっと白っぽい、はい、シルバーに近い感じですけど、うん、これソリッドのグレーなんですね。そうです、まあまあ他メーカーでも最近よくあるあのグレーソリッドのグレーです。だその辺もあるからですかね、なんかすっごい今っぽいというか、うん、そうですね、古臭さがない、うん、でデザインなんか本当にずっと踏襲してるデザインなのにすごく新しく見えるこちらのボディカラーになってると。であとオプション結構あるみたいで、カーボンパーツなんかは今回装着はされてないんですね。そうです、今回割とスタンダードな方だと思うので、まあ、本来であれば、まあ、グリル部分だったりフロントバンパーとかですよね、がカーボンのオプションパーツがエクステリアはあります。ただそこはボンドグループアフターパーツにこれ変えてくださいっていうことですかね。まあ私はそれに期待をしてますというわけでこんな前回りになっております、はい、そして横に回ってくるとこの辺ももう歴代の流れを組む部分かなと、うん、
でまずホイールの方がこちら20インチトライデントデザインのホイール、はい、でこれコンフィグ見たら3デザイン4デザインぐらい、うん、なんかオプションでもあるんですよ、はい、色だったりデザインだったりあるんですけど基本全部このトライデントデザインなんですよなんか形こそ違えど、うん、全部この槍をイメージしたデザインになってると で今回はこちらのデザイン、はい、そしてこれよく見るとちょっと真っ黒じゃないですよね。そうなんですよね。ちょっとなんか、まあ、ガンメタっていうのかすごい濃いガンメタみたいな、はいはい、こちらのホイールが装着されてると。そして奥に見えるこちらのブレーキ、はい、カーボンセラミック、はい、こちらオプションですよね。これはオプションです、はい、やっぱりスーパースポーツであれば、はい、この辺つけておきたいかなと。そしてキャリパーも毎回これいろいろ色が選べますけど、そうです、こちらはブルーのこちらのキャリパーになってる、はい、であと気になるとこといえばサスペンションなんですけど、うん、リフターがオプションなんですよね。そうです、フロントリフターオプションですね。で今回はついてます。やっぱり欲しいですよね。欲しいです、はい、でもちろん後からつけることもできるんですけれども、うん、やっぱり純正がついてればそのままステアリングのスイッチ、そうです、ちょっとまあ後で紹介できると思うんですけど、はい、結構操作感がいいので、はい、ぜひご紹介したいと思います。動きに関してはこの後見てみたいと思います、はい、そしてこれウィンカー、やっぱりイタリア車のウィンカーこれなんですね、うん、なんかそこはすごく見慣れた、はい、こんな感じのウィンカーになってる。そして横のデザインやっぱりすごいですね。はい、個人的に私すごい好きなんですよね。これこの後見ますけどマセラティ史上初のバタフライドアということで、はい、その辺なんかでここガバッと開くのにもかかわらず非常に流線的なデザインになっていると、はい、で今回ご紹介するのがチェロということで、こちらスパイダーモデル、そうです、はい、ただこれ秘密があるんですよね。あのスパイダーって言わないのはちょっとスパイダーとはだいぶ違うということで、はい、この辺も室内で見てみたいと思います。であとは大型のダクトがこんな感じついてたりとか、はい、至る所にトライデント、うん、であとオプションでなんかここにもでっかくトライデントが入れられるんですね。そうなんです、はい、アピールしたい方はもうそこにドーンと、はい、でしかも開け閉めの時にここが立つんですよ、ね、そうです、はい、そういう前回アピールもできるんですけど今回の車はついてないということで、はい、そしてあとは後ろは少し太くなって305/320ということで、うん、この辺なんかもかなり太いものが装着されていると。で後ろもカーボンセラミックですよね。はい、そうです、はい、というわけでこんな感じ、うん、そして後ろに回っていくと後ろだいぶなんか新しいっすね。結構特徴的ですよね。アルピーヌっぽいってちょっと思います。ああ確かに、はい、なんかテールランプのデザインとか、うん、近いですね、はい、というわけでなんかもっと派手なウィングとかついててもいい気がするんですけど、うん、そういったオンするパーツはやっぱり前にも習ってついてないと、はい、うん、そして下回りだったりはこういった大型のディフューザー形状になってだいぶレーシーですね、はい、レーシーです。これ実は、まあ、リアもそうなんですけどさっきボディの下をちょっと覗き込んだんですけど下もすっごくこうフィンが空気の流れを意識してもちろん真っ平らなんですけどフィンがついているのでかなり要はボディの下側で空力を意識しているようなデザインになってます。見えない下側も、まあ、空力デザインが、まあ、かなり時間をかけてデザインされているということで、はい、こんな感じのエクステリアになっております。続いてインテリア見てみたいと思います、はい、ドアノブが結構特徴的ですね、はい、最近あの時々他の車でもありますけど、うん、こう穴が開いてて BM なんかも7とか確か最近これになりましたよね、はい、そしてですねここスイッチになってるんですけどもう一個ここの隣、はい、ここがあとスマートキーのロックボタンになってると。そして開けるとこれ気になったんですけどあのメカニカルな仕組み入ってないんですね、はい、基本的にその電磁スイッチでこうボコッと浮くタイプ、うん、そして開けると結構重たいっすね意外とドア大きいんですよね、はいはい、最初のここぐらいまでは結構重たい、うん、でここから先はダンパーが効くんで、はい、割とこうふわーっと開く感じ、はい、そしてこれめちゃくちゃ横必要っすねそうですこれ狭い駐車場降りられないじゃないですか。ちょっときついですよね。正確なあれじゃないですけど見た目での判断では多分マクラーレンとかよりももうちょっと横に多分開いてる気がするので結構本当横必要だと思います。多分ボディプラス70センチぐらい開いてる感じですよね、うん、でもう一つはこの中途半端なとこでは降りられないですもんね、はい、だから基本的に全開にしていただくしか、うん、乗り降りする方法はないということ で、ここは自分で止めるかここは結構その乗り手とその駐車環境を選ぶかなと思ってしまいました、はい、ただその分かっこよさがありますんで、はい、そして開けるとこんな感じで、で特徴的なのはこのドアだったりもそうなんですけど、うん、あのカーボンが至る所に使われてると、はい、で一応資料を見たらなんとこのカーボンのフレームも同じくイタリアのダラーラがなんかそうなんです製造にかなり深く関わっているということで、はい、オープンモデルにしてもあの合成があんまり変化がないっていうのもすごくメリットがあるらしいです、はい、でカーボン見えないですけどこれボディ側もっすもんね。であとはこのカーボンモノコックなのにそのサイドシルがめちゃくちゃ
低く作られてるっていうのも特徴みたいです、うん、でプリブレグって言ってその何層にもこう積層して強度を出すタイプのカーボンらしいですけど、かなり強度が高いということで、はい、この辺走りにも大きく影響すると思うんで、そうですね、この辺乗ってみたいと思います。そしてインテリアに関しては、はい、前世代のマセラティからするとめちゃくちゃ進化したっすね。だいぶ進化してると思います。ちょっと正直あのまだ入庫して僕もあんまり触れてないんですけど、何がこうなんだかってまだあまりよく分かってないぐらい結構進化してます。あの先代のグランツーリズモとかイタリア感というか、うん、すごくこう大味な感じというか、はい、出ましたけど、なんかすごいシュッとした。そうですね、もうあとはもうやっぱ見るところでスイッチがあんまりなくなったので、確かに、うん、もうほとんどスイッチがないですね、はい、かなりスタイリッシュにまとめられてる。センターに関してはモード切り替えとシフトぐらいしかない。そうです、はい、エアコンだったりその他に関しては全部その上のモニターに入ってるんですよ、はい、この後それはぜひ見てもらって、はい、でハンドル周りは少しボタンが残ってると。そうですね、はい、でこれがなんかドライバーズファースト、運転しやすい基本設計らしいです、はい、かなりそういうのを意識してデザインもされてるそうです、うん、あと全体的にはこのレザーと各部アルカンターラですかね、はいはい、そうです。ピラーだったりはアルカンですけど、非常に高級感があるデザインにこんな感じになってると。続いて乗ってみたいと思います、はい、今屋根が開いてるんで、うん、乗り込みやすさで言ったら屋根閉まってると結構こうかな、結構大変だと思います、はい、で一応屋根が開いてる状態でまずお届けしたいと思います、はい、よいしょ。低いですね。低い、うん、ただこれサイドシェルだいぶ低いんで、はい、あのマクラーレンよりかはかなり、そう、足は結構入れやすいと思います。この本当今空いてるのであんまりあれですけど、屋根が閉まってるとちょっとまあ頭は気になると思うんですけど、実際は足は結構入れやすいので、あのマクラーレンのモノセル2よりさらに低い気がするし、うん、はい、そうですね、はい、そして乗り込むとステアリングはこんな感じ、マットのカーボン上下で、この触るところがアルカンターラですよね、はい、でこのステアリングスポークなんかもマットのカーボンになってる。でオーディオのコントロールとリフター、あとスタートボタンなんかはしっかり出てると、はい、あ、ローンチボタンもここ出てるんだ。そこなんですよ。なるほど、めちゃめちゃ走りの車っす、はい、そして奥に見えるメーター、みんな 10.25 インチですけど、それも規格というか部品供給的にそうなってるみたいですね、うん、ですよね、多分、はい、というわけで、まあ、大体見慣れた感じのサイズだと思いますけど、はい、こんな感じのメーター。そしてキーオンにしてみるとこんな感じで、はい、あ、アニメーションかっこいい。かっこいいですよね。かっこいいかっこいい。そしてちょっと一回かけていいですか。はい、はい、あ、この辺なんかもうフル液晶の、はいはい、おなじみの表示って感じですね。そしてこの辺なんかこれ先代のグランツにもなんかつながる感じの、あ、そうですね、はい、ライトのデザインだったりとか、でちょっとこの辺も変わった素材が使われてるっすね、うん、であと全体的には本当にアルカンとかレザーとか対応されてるんで、非常にレーシーで高級感がある、はい、インテリアになっております。そして気になるシートの方はそんなに細かく調整できる感じじゃないですね。そうですね、はい、調整はそんなにないですね。 8way プラスナンバーサポートっていう感じで、うん、はい、すごく細かく調整できるわけじゃないんですけど、形状がいい。気になりますよねこれ、うん、サベルト製ですよ。サベルト製の、はいはい、セミ負けとは言わない、スポーツシートぐらい、うん、まあ、はい、そうですね、はい、こんな感じ。え、だいぶいいです。いいですよね、はいはい、ウレタンちょっと固めですけど、ホールドはお腹も足元もいい感じです、はい、そして足元、いや、マセのこの辺のクーペとかカブリオレって言ったらこの装飾のついた、はいはい、ペダル類ですけど、しっかり今回の車もそうなってると、はい、いやペダルいいよねマセ。いいっすよ、はい、しかもでかいの、うん、はい、ちなみに助手席のフットレストも、あ、そこもしっかり、はい、そうなんですよ、これアルミかな、多分アルミだと思うんですね、はい、のプレートになってると。そしてこっちナビゲーションに関してはだいたいメーターと同じぐらい、これ 10.2 インチかな、はい、のこちらになってると、多分アンドロイドベースの。そしてシートヒーターだったり、はい、その辺もついてると。あ、エアコンもね、そうそうなんです、もう基本エアコンとシートヒーターとかも全部この中でやる感じな、まあ、物理機がなくなって液晶のタッチになりました、はいはい、あの最近思ったんですけど、このエアコンが中に入ってるタイプ、液晶の中入ってるタイプだと乗ってっからすぐエアコンが使えないそう、ね、あの立ち上がって中に入って押すまでエアコン全開とかできないんで、夏場ちょっときつい。そして屋根の開け閉めもこうなんですよね。そうなんです、はい、それがちょっとどうかなっていうところなんですよね。時速50キロまで開閉が12秒でできるじゃないですか、はいはい、走ってる時にこの液晶で
屋根のこの開け閉めを探すって結構大変だと思うんで、まあ、それいろんなレビューに書いてあったんですよ。これはちょっと、まあ、物理的なそのスイッチで欲しかったなって思うところが正直なところ。なるほど、はい、これちょっとじゃあ今開け閉めしてみますか。はい、はい、じゃあちょっとかけます。閉めます。はい、あ、液晶タッチでこれ押してる感ないのちょっとやだね。そうそう、僕ごときがやだねとか言うと怒られそうですけど、はい、あ、これは確かに走行中は難しいかも。そうですね。というわけで今閉めたんですけど、こんな感じ。確かにこれクリック感もないし、あの作動音も走行中だとほとんど聞こえないから。そうですね、これは確かに難しいかもしれない。信号待ちとかでとっさに、まあ、例えば変な話ちょっと雨降ってきちゃったとか、すぐ閉めたい時にまずこう探してとかで、この液晶の操作なのでちょっと大変かなっていうのは思いますね。それ出しておいて欲しかったね、屋根の開け閉めだけは。はい、ただ液晶なんで開けられましょう、はいはい、というわけでこんな感じ、はい、そして閉めるとこれご覧ください。なんとこれガラスのルーフになってるんですね。はい、あの SL みたいじゃないですか。あ、そうです。これ、まあ、調光というか、はいはい、機能がついてるので今曇ってる状態ですよね。でこれじゃあスイッチ一つでスケスケにできちゃうってことですね。はい、それがだからスパイダーじゃなくて、はい、チェロ。そうです、チェロの名前の由来の一つにもなってると思います。イタリア語を訳すると空っていう意味なんですよね。はい、チェロボタン、はいはい、これを押すと、はい、あ、なるほど、はい、わかりますかね、クリアになる。こうボタンでパッて、はいはい、リムジンのあの仕切ってるガラスみたいに一瞬で、はい、こんな感じで、はい、これいいね。いいですよね、はい、もう本当に日差しとかも多分これで防げると思うんで。というわけでこんな感じのルーフになってると、はい、で閉めるとこれだいぶしっかりしてるね。そうですね、はいはい、やっぱハードトップでもありますし、なんでこう気になる遮音性だったりに関してはこれ後で乗ってみたいと思います。そしてセンターコンソールに関してはこんな感じで同じくマットのカーボン、はい、だいぶなんかこうスマートというか、うん、そうですね。で特にデザインも非常にスマートに設計されてる気がします、はい、そしてモード切り替え、これダイヤルでやるんですよね。そうです、ダイヤルです、はい、やるタイプとシフト、もうバックとドライブだけ、はい、パーキングもない。ないです、はい、でこの後乗ってみたいと思いますけど、あのパーキングないから基本ドライブでキーオフ。そうです、まあ、あのドライブまたリバース、ギアが入った状態で、エンジンは切っていただくっていうのが、まあ、セオリーになりますね。でもちろんパドルもついてる、パドルもこうでっかくてハンドルについてこないタイプですよね、はい、パドルもついてるんでパドル操作でシフト入れたり上げたり、はい、あと両引きでニュートラルもできるんですけど、はい、基本的にはドライブでエンジンを切ってパーキングに入る。そうです、仕組みになってる、はい、そしてパワーウィンドウと、あとここはあ、ボリューム一応オーディオの操作ここにも、はい、こっちでもできますもんね。できます、はい、ついてると。そしてすっごいちっちゃいアームレストの中は、はい、こんな感じでもう本当に携帯も入らないぐらいの小さいの、はい、そして USB のタイプ A とタイプ C が、はいはい、こんな感じでついてると、うん、そしてあとグローブボックスも、はい、ついてて非常にちっちゃいですけど、はい、車検証ぐらい入るのかな、ギリギリ、はいはい、で ETC もついてて、はい、はい、一応ここは確かにワイヤレス充電がついてたと思います。ちょっと待ってください、なんかその辺の電装、あ、しっかりついてますね、うん、はい、その辺の電装の進化が前のマセラティだとそういうものあんまりついてなかったですから、うん、はい、というわけでその辺が非常に進化してるこんな感じの内装になっております、はい、続いてじゃあトランク前後でついてるんですよね、はい、一応、はい、前から見ていきたいと思いますこれしかも開けるところがあの非常に分かりづらい。あ、そうですね、はい、ちょっと分かりづらいです。運転席の足元に、はいはい、レバーでついてると。そして開けると、はい、ほぼ入らないです。僕が一応って言った意味が分かると思いますで一応シーテック充電器のケーブルが出してあるんですけど、はい、本当になんかこれパンク修理キットですか。これそうです、パンク修理キットと、純正の工具、はい、今ネットの下にありますね。それでもうおしまいって感じですよね。はい、これ、はい、最初下あるのかなと思ったらないんですよ、単純に。だからあのブリーフケース、アタッシュケースとかも厳しいですよね入れても上着ぐらいかなっていう、はい、トランクは一応50リッターっていう表記だったんですけどだいぶ怪しい気がします、はいはい、一応ホームページには50リッターって書いてありました、はい、というわけでこんな感じのフロントのトランクになっております、はい、続いてトランク見てみたいと思います、はい、トランクはこれないんですよね。ないっすね、ないっすよね、スイッチとかないっすもんね、はい、
この端っこになんかボタンが隠れてるとこないですよね、はい、トヨタの車みたいに。で足で開けるやつもついてないんですよね。ついてないですね。だ室内のボタンかもしくはキーレスのリモコンで開けると、はい、と思ってしまいました、はい、すいません正直者なんで。そしてトランクはフロントからするとまあそうですね、深さもあって、はい、というわけで数字的には100リッターということなんですけど、フロント見た後だからまあまあまあかなっていう感じしますけど、はい、これゴルフバッグも全然無理ですよね。うん、多分ちょっと分かんないですけど横幅あるんですけど深さ的に考えたらあのポルシェのフロントよりもちっちゃいですよね。確かに20センチちょっとぐらいしかない、うん、でここが斜めになってるんで、はい、まあでもあのミッドでフロントリアにこうトランクあるっていうのは結構まあそうですね、はい、まあ、だからそんなに使い勝手がいいわけではないと思うんですけど、はい、まあ、最低限の荷物は最低限は、はい、入るのかなと。こんな感じのトランクになっております。あでトランクもこれちゃんとこのカーボンで、そうですね、はい、非常にお金かかってる感じがしますね。こんな感じになっております、はい、続いてエンジンルーム見てみたいと思います。とは言ってもこれあの開け方が特殊なんですよね、はい、ナビ画面のサービスボタンみたいのを押していただくとここがスパイダーのここが開くと。そして全部フルカバーなんですね。というわけでもうビスで全部封印されてるんでこの中身については公式の写真か何か皆さん調べていただいて見ていただくとクーペだとでも見れるんですかね。あそうかもしれない、うん、うちもちょっとまだクーペ入ってきてないんであれですけど、はい、そしてこの中にあるエンジンの方がこれがですよ自社開発のV6 ツインターボ、はい、あのフェラーリがグループから独立しちゃいましたから完全自社開発の3リッターになっていると、はい、2992cc 90度バンクの V6 ツインターボになっているそうです、はい、で、馬力の方が630馬力、うん、まあまあじゃないですか、うん、結構十分なパワーあると思います。そしてトルクの方が730ニュートンで、しかもですねこれエンジンの方がすごくって、はい、あの副燃焼室普通の燃焼室の端っことかにこうちっちゃく燃焼室持ってて、はい、でそこに先火つけてこう燃焼室のこう燃焼が早くこう広まるような、うん、まあ、レースなんかではもう常識なんですけど、はい、市販エンジンではこれ世界初らしいです、っていうとんでもないあの技術も使ってて、なおかつ圧縮比も 11.0 っていうことで、あのターボエンジンで考えるとかなり信じられないぐらいの高圧縮になってるそうです。なるほど。でこれもちろんプラスアルファしてやっぱ V6 っていうところあるじゃないですか、はいはい、グランツとか V8 だったんで、はい、なんですけども一応アクティブサウンド的なのもついてるということで、あの外で聞くとやっぱり V6 サウンド結構寂しくなったよねっていう感じしますけど、はい、あの室内に関してはそういった音声の補正もされてるそうなんで、うん、この後乗ってその辺確認したいと思います。そしてスペック的なものでいくと、はい、マックス325キロ、はい、0-100 に関してはなんと2秒台、 2.9 秒ということで、はい、とんでもマシンになってるんでこの後確認してみたいと思います。続いてトーカロイ見てみたいと思います。お願いします。続いて排気音聞いてみたいと思います。お願いします。ちょっと行く前にいくつか触れてなかったところ触れていいですか、はい、まずキーがあのめちゃくちゃ高級感アップしたね。あ変わりましたよね、うん、なんかレザー張りで、はいはい、こんな感じになってると。
まあ、相変わらずちょっと大きいですけどね。そうですね、はい、そしてドアのオープン、はい、はい、そうなんです。それがボタンを押すとボコッと。でもこれ開けるの大変じゃない？ちょっと大変っす。重たいよね、しかも、はいはい、そしてソフトクローズもついてないんですよね。ついてないです。結構しっかり閉めないとハンドドアになっちゃうと、うん、はい、そして出発する前にいくつか触れておきたいんですけど、テスト車両、はい、一番これの開発の車両、はい、でアルファの 4C ベースらしいですよ。おー、なんかちょっとダラーラつながりがありそうな気がしますね。だからもっと多分思ってるよりかも小さいところから開発がスタートしてんじゃないかなっていう、うん、このサイズじゃなくて、はい、多分。で途中リュウちゃんも触れてましたけど、はい、カーボンモノコックとかあと空力は、ダラーラが担当しているということで、はい、ダラーラも一応イタリアなんですけど、本拠地としてはモデナの隣のパルマなんで、はい、100% メイドインモデナっていうのは若干まあメイドインイタリアは合ってるってことですね、はいはい、若干苦しいかなっていう感じはすると。そして結構走りのオプションもあって、はい、LSD もオプション。そうです、はい。で今回の車はついてないんですよね。ついてないです。でリフターはここについてるんで、はいはい、リフター操作しやすいですよね。そここれいいね、はい。まあ、もちろん後付けで付けるのもいいですけど、うん、結構インテリア完成されてるんで、はいはい、そしてですね収納関係が、はい、ほぼございません。ないですね、はい、ほんとグローブボックスとあとドリンクホルダーがこっち1個しかない。これねなんかね X かなって書いてる人いたけど、そのねイタリア車にドリンクホルダーを求めちゃいけないんだって。あ、なるほど。室内で飲み物飲むんじゃなくって、はい、喉が渇いたらカフェによる。いいですね。そう、はい、そういう基本設計というか、うん、基本理念らしいです。なるほど、はい、だ飲みながら運転っていうのはダメ。カフェまで行くっていう、はいはい、じゃあ行きましょう、はい、でやっぱりエンジン音のところかな、はい、この電子スロットル分かります？ちょっとこう最初モサッとしてる感じ。まあでも今の車って思うけど、止まってる時のこう操作と走ってる時の操作全然違うじゃん。全然違うんですよね。すっごいこう止まってる時もっさりしてんなと思ったら、走り出したらそんなことないっていうのが結構あったりするんで。でメーターはこんな感じで、これ切り替えもできるのかな、表示のモード切り替えるともしかしたら変わるかもしれないですね。変わった。ああ、で結構ブレーキのその踏んでる、これコルサですね。ああ、なるほど。ブレーキとかアクセルとかも全部出る。うん、だ思った以上に車がレーシーな気がする。そうですね、確かに。けどそれがなんか伝わってない気がする。うん、うん、なんかそんな感じ。まあデザインもちょっとこうマイルドというかスタイリッシュなのもあるんで、あんまこう過激な印象がないのかもしれないですね、うん、なんかちょっとおしゃれさばっかり先行してて、うん、なんかこのモータースポーツ具合がなんかちゃんと認知されてない気がする。確かに、はい、じゃあとりあえず GT からでいいですか、はい、一応その液晶の左側、はい、フリップが今出てる方は、はい、ウィンカーレバーの先端のスイッチで確か切り替えがここで、はい、あ、まあ、そんなに表示できるあれなかったと思うんですよね。こっちはないの？あ、こっちも変えられるんだ。一応変えられるですね、はい、あ、タイヤが何温まってるかどうかも出んの。じゃあ思いっきりレーシングな車なんじゃんこれ。そうですね、確かに。ブーストトルクで、なんかミーハーなクーペじゃないじゃん。ちゃんと作ってるですね。もともとミーハーなクーペなんか作ってないですけど、はい、僕の中のどうしてもイメージが、うん、はい、確かに。じゃあ行きましょう、はい、リフターが、はい、リフターで開けまして、あとですね今回発足 DCT、はい、ですけど、もちろんクリープないタイプということで、うん、踏まないと出てがない、はい。ただつながりに関しては割と、はい、自然っす。リフターは長押しです。あ、長押しか、はい、はい。で結構上がるのよこれ。そうです、50ミリって書いてあるんで本当に結構上がる、ね、車外並みに上がるよね。はい、十分だと思います。で結構速いしかも、はい、で結構この上がる量とリフト量とスピードで車外にする人もいるけど、うん、遜色ない気がする。これだったら十分ですよね、まあ、まあもちろんそのロベルタとかの方が全然速いし全然もっと上がるんだろうけど、あんまり使い勝手これならいけちゃうんじゃないかなって。そうですね、よし、行きます。あと見切れはね正直良くない、見えない。確かにこれ
フェンダーすごいっすね前がどこなのかわからない。確かに。そして視界はそんなに悪くないです。フロントガラスめちゃくちゃ寝てる感じはするけど、そんなに視界は悪くない。てかフロントガラスがちっちゃい。ちっちゃいよね。なんだこれ低いのかな寝てるからかな。なんかちょっと違和感あるっすよね、うん、あとピラーがめちゃくちゃ太いんで視覚は正直多いっす、うん、あのブラインドも見えないし、ただミラーとかは見やすい。はい。ガラスが結構あれなんですね。手前まであんま来てないんだ。そうねそうね。だ結構不思議な感覚だよね。なんかちょっと不思議っすよね、はい、なんか自分が車に対して結構後ろにいる感覚っすよね、うん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 、なんかダッシュボードもめちゃ長いしね。そうですね。そして乗り出すと、え、なんかもうさっきめちゃくちゃレーシーじゃんって言ったのに拍子抜けするぐらい普通なんだけど。普通ですよね。足も全然硬くない、うん、はい。あ、これステアリングめっちゃ独特だね。マジですか。うん、まだちょっと乗ってないんで分かんないです。これすごいな。これなんかね、なんて言えばいいんだろうな、全然違う他の車と。残念ながら現行のグランツは乗ったことないんで比較できないですけど、先代のグランツで言ったらもう全然ステアリングが違う。てかなんか車の動きがちょっと分からない。キャラクターが別の気がするな。なんかステアリングがあの接地感が薄いって書いてある試乗レビューがあって、はい、そうなのかなと思って今乗ってみたんですけど、またそれと違うな。なんだろうな、すごいこうモーターチックというか。これちょっと乗って言ってる意味が多分なんとなく分かると思うから。独特ステアリングは。なんかでもあんまりこう、うん、唐突なクイックさが ない感じしますね、うん、その感じだと。そうね。これワンテンポ遅れてんのかな。そんなことないんだよな。なんなんだろうな。でもなんか慣れれば全然って感じ。うん、はい、すごい。でもこうリンまたなんて言えばいいんだかな、すごい難しいなこれ、うん、そして思った以上にこの石跳ねる音とかする。そうですね。確かに GT3RS かっていうぐらい、うん、まあそこまでじゃないけど。そうですね。確かにパチパチパチって。じゃあちょっとその辺はやっぱ軽量化してる部分もあるんでしょうね、はい、ああそうかもしれない。だって見たけどさ、外反パネルのほとんどが樹脂かプラスチック、あの、うん、カーボンか。そうですね。金属ほとんど使われてないもんね、うん、そしてあとめちゃくちゃ剛性がある。ああやっぱり。でも言ってたんですけど、ルーフとかもこれもなんかあんまりガタついてる感じしないですもんね、走ってて。そうね、そうね。しっかり入ってる感じがして、ミシリとも言わないもんね。言わないですよね。だってしかもこの機構がついてんのに重量増60キロだからね、うん、そうですね。確かにすごいよね、うん、普通もうちょっと重くなるじゃん。なりますね、オープンモデルって、はい、ああミッションは少し聞こえちゃうからの気がするな。つながりのギクシャク感はないけど、さっきみたいにガラガラって音がしたりとか。そうですね。これミッション面白いですよね。これ今スポーツに変えたじゃないですか、うん、発足 DCT なんですけど、うん、スポーツモードの時って発足まで入んないらしいですよ。あ、そうなんだ、はい、ギア 6速まで。へえ、そういう制御になってるんだ、はい、燃費とかを求めるようなその GT モード、グランツーリズモモードの時は発足、うん、へえ。スポーツコルサは6速って書いてましたね。あ、 GT だともう全然あれなんだね、うん、とりあえずスポーツかな。でコルサを長回ししないと。そうですね、長回しですね。そうするとアイドルアップもして明らかにこう速そうな感じが、はい、じゃあ続いてスポーツで。あ、スポーツにするともう全然違う。うん、足も硬くなってんのかな。でもそんなに乗ってらんないほど硬くないですよね、うんうん、20インチで30扁平にしては結構乗り心地がいい方じゃないかなっていう。そうですね。あー、だからすごい聞こえるよね。聞こえるですね、外の音とかエンジンの音とか。後ろからの、まあ、もちろんエンジンの音もそうなんですけど、うん、まあ、ミッションとか、うん、あの吸気音とか、うんうん、いろんな音が結構聞こえるっすね。聞こえるね、はい、だから GT カーとかなんかそういう感じで乗ると結構ギャップがあるよね。そうですね。紛れもなくレーシング、うん、
ただ乗るとそんなにレーシングじゃない気がする、うん、でごくごく低速に関してはなんかその乗り心地とかっていう部分では本当にあんまりレーシーさはこう目立ってこない、うんそうね、あくまでこの音とかなんかその辺ですよね、うん、だ多分ここから先の感じな気がするなそうす、ね、踏み込んだ時のいいでしょうかじゃあ、はい、あ早いこれはねすごいぞ池ちゃん早っこれめちゃくちゃ速いし軽い軽いですね軽いこれはすごいこれすごいぞこれしかもめっちゃターボ車っていう感じがああへえすげこれブーストかかってからがえぐいねすごいですねちょっと待って軽い軽 い, い本当に飛ぶように走るへなんかでもこのスポーツモード車の動きいいっすねいい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 どこまで行ってもねやっぱりね足は結構なんだろうないなしてくれるあガッチガチの足じゃなくて、うん、ちゃんと路面をこう捉えてすごいこう、まあ、ガチガチだとこう踏んでいくときに車暴れますもんね、うんうん、その感じは確かになかったですよねあとね車の動きが軽いこう前後の加速の時のこういう動きもすっごい軽いあだってこれで1600弱ぐらいですか車重確かあそうなんだ確かそんぐらいですよ1600はなかったぐらい乗ってこれね全然そんな感じじゃないよこれすごいなおすげえ早い すげえこれはすごいぞこの車いい車だなすごくいいこれすごい笑っちゃうぐらいすごいまあもちろんその官能的な部分で言ったらあなるほど先代のグランツみたいなうんただちょっとこう音の方が速い感あるじゃん、はい、そういう感じはないけど、うん、これはこれでめちゃくちゃ楽しいなそうですねそしてこの車の動きにこれが合ってる気がするあ確かにまあ確かにそうですねグランツーリズムとかの V8 の時と比べれば、うん、音とかやっぱ全然本当に違うんですけど、うんなんかすごいですねなんかマセラティが本気で作ってきた感はそうねめちゃくちゃわかるこれはね新しいものとして受け入れられるなすごうん。よく言えばもっとちょっと音に関しては、うん、こだわってほしかったなって思ううん。でもダラーラがやっぱこう携わってるのも大きいんでしょうねそれこそ F1 もそうですけどあの僕も結構調べたんですけどダラーラって市販車でもF50 とか、ブガッティもそうなんですよねベイロンシロンとかも携わってるじゃないですかやっぱまあ技術そう考えるとこの MC20 も、まあ、同じそのダラーラがモノコックとかやっててそんだけお金かけて作られてるんですねいいですかあなるほど、はい、チェロじゃそうだよねいやこれだからなんか仙台グランツのイメージのまま乗っちゃいけないこれはうん全然違う車でもいいっすねなんかそういう新しいマセラティってこれすごいよ本当乗ってこれすごい残念なことで僕あの MC12 を乗ったことはもちろんないんですよ あれはもうやっぱもうハイパーカーじゃないですか確かに確かにでもやっぱ同じこうなんかちょっと匂いを感じるというかそういう車なんですごく楽しみなんですよね音もうちょっとな頑張ってほしかったけどなあんま風も聞こえないそんなにあそうね車内で風が動いてる感じはあんましないかな、なんか別に顔とかそんなかかんないですよね、うん、風あとねこれさっきからやってるけどねウインカーレバーがめちゃくちゃ使いづらいああそうですウインカーはあの灯火類の確認の時に俺も結構、ま、あの迷ってたんですよこうどうやって使うんだろうと思ってなんか欧州あのドイツ車みたいにもう一回同じ方向にするとリセットされるとかないから、はい、そうなんです慣れないとちょっと使いづらいいやこれは気持ちいいな正直あの舐めてました本当にでも多分そういう人多いですよね多分
まあもう包み隠さず言っちゃうと、マセラティってちょっと日本だとブランドで抵抗がある方も多いじゃないですか、うちに来るお客さんとかもそうですけど。なんで仮にこうバタフライドアのスーパーカーがこう MC20 とか出ても行きづらいっていう人多いと思うんですよ。やっぱ買いにくいとか、まあ、食わず嫌いじゃないですけど、結構本当に乗るとびっくりする車だと思うんで。びっくりする、これはすごい。あと先代っていうか前のだからフェラーリ独立前はフェラーリ色ちょっと強すぎたかなっていう、はい、うん、でも走りはフェラーリみたいなところですよ ね、 そうね、フェラーリ色クライスラー色がちょっと強すぎたんだなっていう、うん、これすごいよ、びっくりした本当になんかすいませんって感じいろいろあるよ、ツッコミどころは、うん、そのこれで乗り降りどうなのとか相変わらずイタリアの車だなっていうところあるけど、はい、乗り手とか使い勝手をすごく選ぶのあるけど、それよりかもこの走り、うん、びっくりした、めちゃくちゃレーシング、まあ、メーカーが狙ってるのはそこでしょうね、うん、このモデルに関しては、うん、ちょっと私コルサー行けないんで、ぜひちょっと池ちゃんコルサーに乗ってもらってあーシートなんかもうちょっと下げたい感じするな、意外とそうですね、うん、これ小回りいけるのかな、ちょっと心配だな、あー、まあ回れる、まあ普通、そんなめちゃくちゃいいわけじゃないけど、はい、普通に。これすごいいろいろ新鮮じゃない？新鮮っすね。でも、うん、乗りやすいは乗りやすいですね。ただ見切りがちょっと、うん、そうね、前がね、そうですね、それ どうなってんでしたっけって感じだよねここはフェンダーがすごいんですよね。そうね、でなんか一気にこう、うん、中心に集まるようになんか真ん中消えてってる、消えてってるんですよねへー、でもなんかいいな、360度とかはついてないんだよね。そうなんです、オプションなんですよ、オプションなんだよね、これはついてないですね。そうだよね、はい、あのアシスタンスパッケージが入ってるとつきます、うん、いや助手席乗ってもね乗り心地いいよ、いいっすよね、今はスポーツだもんね、うん、なんか全部ちょうどいいっすね、シートの硬さも、うんうんうん、これ最初分かんないっすよね、確かに、なんかオープンクローズとか、うんうん、書いてくれればいいですけど、だここはねみんなこの方向だけどちょっとって思ってしまいます、うん、まあ、でも最近見直す動きもあるようで、うん、そういう頻繁に触るのだけでも出しといてほしいなって思 う、 で、 す、ね、でも本当ドライバーズカーだからちょっとだけ液晶がやっぱこっち見てますよ ね、 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 ね、でこのスタイリングなんでデジタルインナーミラーになってると、はい、すごい綺麗ですね、鮮明に、スタイリング不思議じゃない？そうっす、ちょっと一回 GT モードに戻しますね、うん、気づいたんですけど、何でしょうか、あ、そうなんだ、足ここで変えれるっすよ、へえ、ソフトミッドと、うん、GT、はい、あーなるほど、分かった言ってることが、これ GT モードとスポーツでまた全然違うっすね、うん、なんだろう、わざと遅らせてんのかな GT モードで、なんかそんな感じですね、ね、うわなんちょっと一瞬あれって感じるところ、全然悪くない、悪くないんだけど一瞬なんかこうあれって感じるよねはい、そうですね、特にこの多分低速だと余計そうかもしれないですね、でドイツ車触らせてもらうことが多いじゃん、はい、ベンツとか BM とか、そこからで慣れてると あれなんかいつもと違うっていうのを感じるよね、はい、で多分その接地感がないっていうレビューがあったんだとしたら、うん、この電動パワーステの、うん、まあ、もちろんパワーステアリングのこの重さもそうですけど、うん、ちょっと味付けがやっぱこうなんだろう、すごく作られてる感が結構出てるから、うん、なんだろう、接地感が伝わりにくいのかなって、実際多分タイヤは絶対ちゃんと設置してると思うんですけど、うん、足あハード、あハードなってるっすね、コルサまで行くとハードが出てくるんだ、へー、ここもタッチパッドなんですね、はい、ちっちゃい、うん、いやーなんか未来を感じるな、うん、こういうところが、うん、まあこうなんだろうな、今の2024年、うん、2023、2024のスーパースポーツの解釈でいくと、
ませてもらった感じだと、まあ、結構効くですけど、いわゆるその普通のカーボンセラミックみたいにちょっと動力が最初必要な感じ、うん、あ、ハードにすると結構硬いですね。硬い硬い。え、スポーツでもこれでいい気がする。うん、すごいターボ車って感じがすごいですね。ね、じゃあ行きますね。本当だ、ブレーキは結構動力いるんですね。いるよね。いるけどちゃんとコントローラブルというか、はい、カーボンセラミックなんでちゃんと姿勢制御はできる感じ。え、でも車安定してるっすね。安定してる。すごい。全然壊さないのよ。軽くないっすもんね。軽いっす、軽い。軽く感じるよね。なんだろうこれ。車のなんかこの動きがすごく軽やかに。そうっすね。これでもハードでも全然乗れるな。全然乗れるよね。はい。ウィンカーの止め方が本当に分かんない。そうなのよ、軽いね。何なんだろうな。軽い。しっかり締めていいですか、はい、じゃあ。さすがにちょっと7月この気温でこれはきついです。最高38度です、はい、きついです。へー。でもバブリングしないんですね。あ、しないね、しないね。すごい、全力でターボ車。全力でターボ車ですね。チューニングカーかっていうぐらいに。ああ、やっぱり締め切っても多分ここの遮音かなり工夫されてるみたいで、外の音聞こえないけどエンジンの音とか吸気音とかめちゃくちゃ聞こえるもん。聞こえるですね。このほんと後ろがすごいです、うんうん。すごいレーシングに演出されてるよね、車内。はい、そうですね。いや、でもなんか細かいところですけど、このメーターの液晶がある高さとか、うん、このダッシュの高さとかすごくちょうどいい。なんか視界妨げないんですよね、すごくいい。ちょっと、いいな。私ダラーラが気になってしまったんですが。ダラーラの市販車でストラダーラありますよね、うん、あれ2000万くらいするんだよね。しますね、あのちっちゃい車が、はい、あれこそ究極に、まあ、レーシングカーに近いこう感じはしますけどね。なんか乗ってる方いらっしゃるみたいで、都内でも時々見かけられてますよ、まあ、これはそこまであれじゃないんで、もうちょっとちゃんと使います、普通に。これすげえな、本当にびっくりした。この車は思ってたのとだいぶ違った。違うっすね。全然ラグジュアリースーパースポーツでもないし、うん、思いっきり体育会系だね。そうですね、うん、まあ、なんだけど足とかちゃんと、そうそうなんですよ、乗れる柔らかさだ。柔らかいまでいかないけど、ちゃんといなしてくれる足だし、うん、足がすごいですね、本当に。だって普通このキャラクターでコルサって言ったらもうガチガチよ。ガチガチですね、うん、本当に、うん、ね、これちょっと本当人乗せられないなっていうぐらいの多分硬さなんですけど、まあちょっと音はその会話とかを考えたらこの後ろからのサウンドはちょっと邪魔になっちゃうかもしれないですけど、でも乗り心地とかは全然、まあ、変な足でとかにも使えるような車かなっていう印象ですよね、うんうん。本当に足だってミッドだったら寝ていけるレベルじゃない、うん、多分。今別にハードですけど、僕ハードでも全然。そうだよね、うん、突き上げ感はないもんね。ないですね。この見た目だったらこれがコンフォートでも別になんか違和感はないぐらいの、うんうん、レーム GGT2 ドアの方がよっぽどやばいよね、足。うわー、でも音はすごいな、これサウンドが。いやー、びっくりした。でもミッションもいいですね、なんか賢そう。つながりとかは結構ショックなくていい感じですね。
で現行グランツがどうなってるのかも気になった。気になるですね、うんうん、それこそヘッドライトとかももうこの MC20 出た後じゃないですか、うん、グランツ、うんうんうん、なんでデザイン似てますもんね、うん、ヘッドライトも明確にこうキャラクターが分けされてんのか、うんうん、それとも新しいマセラティとして少しでもこの要素が入ってるのか、うん、そうですね、うん、いや先代というか前の世代のって言ったらそれこそグランツとかあと SUV なんだっけセルビオ、レバンテ、あレバンテか、そうですね、であとグレカーレと今ありますね、うん、グレカーレはでも新しい世代でしょ。そうですね、新しい世代です ですね、はい、だからレバンテとかグランツとかよく乗せてもらったから、うん、あのイメージで今回乗ったらもう全然180度って言ったら言い方違うかもしれないけど、うん、そのぐらいキャラクターが明確に違う車だった。違うですね。ちょっと最後もう一回こう。そしてですね、死ぬほど速い。速いっすね。いやこれ踏んだ時の車の動きめちゃくちゃいいっすね。飛んでくよね。うん、いや本当に飛ぶように走る本当に。600馬力がちゃんと路面にこう、うん、MR なんだけどミッドなんだけどしっかり伝わってバキュンって、さすがにこう一般道高速道路ぐらいじゃちょっとこの空力を生かすことはできないと思うんですけど、そうねちょっと気になるっすよね。その先見てみたいよね。めっちゃ気になるっす。例えばすっごい飛ばした時にフロントの接地感がどうなのかとか、うん、正直この足のまあちゃんとこう仕事していなしてる足のこの感じとかどう動くんだろうっていう感じですよね。いやこれはびっくりだわ。今回すごい勉強になった。いやいい車ですね。なんか、うん、まあまあ、まあ、本当に土言うでこうイタリア車特有のツッコミどころはちょいちょいやりますけど、うん、ただなんかメーカーはもう走りの車っていうので出してるモデルなだけにあって、まあ、そこに着目してまあ、まあ評価って言ったらあれですけど、まああの何だろう、感想を述べるのであれば全然僕はすごくいい車だなっていう感じですよね。面白いのが出てきたなっていう。これだから本当に興味ある人で乗ったことない人はちょっと一度乗ってもらいたいよね。そうですね、確かになかなかうちの在庫車両だと試乗って難しいですけど、多分ディーラーさんとかであれば試乗車とかあると思うんで、多分そうするとね、あれ思ってたの違うなっていう人結構いると思う、うん、絶対そうですね。誤解してた。特に多分この MC20 ってまあまあマセラティで今までこういうスーパースポーツ系って出てきたことはあんまないと思うんで、多分こう本当に想像 してるイメージとギャップが多分すごいと思うんで、まあ、触れる機会あったら多分触れていただくのが一番分かりやすいかなって思いますね。もともとはレーシング直系ですからね、うん、マセラティって分かんないですけど、うん、これなんかもっと過激な限定車出そう。ああ出そう出そう分かんないですけどね、うん、でもなんかそれだけ多分マセラティが結構力入れて作ったモデルだなっていうのはなんかやっぱ分かるですね、うん、モータースポーツで今絶賛活躍中なんで、うん、それがさらにフィードバックされれば。そうですね。へえ。これ GT モードか。このモードっすやっぱちょっと、うん、あの感覚と違和感が出るのは。ああ。乗りやすいのはめちゃくちゃ乗りやすい、ね。乗りやすいです。あの乗りやすくしてくれてる。やっぱり車側が制御が乗りやすくしてくれてるんですけど、やっぱそれが。作られてる感がすごいんですね。多分このステアリングフィールなんかやっぱほんとそうですね。さっきトラックモードは全然違和感なかったです、うん、めちゃくちゃ良かったです、フィーリング。で多分そこがメインに合わせてあるところなんだろうね。多分そうですね、うん、でそこ主軸で多分こう普段乗りもできないと困るからそっちにこう合わせてセッティングしてある。で普通だったら普通の状態でレーシーにセッティングするんだろうけど、うん、多分逆なんだよね、うんうん、もともとめちゃくちゃレーシーで普段乗れるようにセッティングしてそうですね。GT モードのステアリングは確かにこうちょっと違和感あるよね。違和感あるですね。違和感まではいかないかもしれないけど、うん、
あれ違う、いつもと違うなっていう感じ。そうそう、いつもと違う、なんか思った感覚とは違う、うん、びっくりしたな。これステアリングの握りもいいっすね、うん、あとパドルのこのシフトフィールが変わんないのよ。あ、そうですね、そう、うん、このデカさとさ、はい、絶対このデカいアルミのハンドルについてこないタイプにするじゃん、うん、個人的にはハンドルについてきてほしいんだけどな。いや、分かる切り込んでった時とかさ、そうですね、操作できないからね。いや、分かるんですよ、なんかサーキットとか走る時ってそんなにこう、うん、ハンドル切らないから固定でも、うんうんうん、で固定だと、うん、まあ、プラスマイナスこうダウンとアップ変わらないっていうのは分かるんですけど、うんうんうん、意外とこうハンドル切ってた時にアップしたくてもあれないってないってあるんですよいや勉強になりました、ね、ガラガラ言ってる。確かにこの低速です ね低速でちょっとなるんだな。いや、もうゆっくり走る車じゃないんで。確かに、はい、だからミッションがちょっとこう最初慣れ必要かもしれないですね、この DCT。 あのクリープしないんで、もちろん坂道も下がっていくんですよね。これあれついてるのかな、あ、ついてなさそう。待って、あ、ついてる、ついてる、ついてる、ホールドはついてんだ。いや、というわけで勉強になりました、ありがとうございます、はい、ありがとうございました。で、最後になりますけれども、はい、反省しました今回。やっぱり音がっていう、排気音中なんで僕、そこの少し寂しくなったところばっかり注目してたんですけど、うん、やっぱり車乗らないとダメですね。そうですね、はい、まあ僕もちょっとイメージというかどうなんだろうって印象あったんですけど、 MC12からもやっぱこう受け継いでるじゃないですけど、やっぱちょっとあのモータースポーツシーンを意識したモデルなだけあって、すごくあの刺激的で楽しい車だなって思いました。そして一個一個見ていくとやっぱりお金かかってるんで、うん、もうなんか納得しました。そうですね、はい、で今回ご紹介させていただいたこちらの MC20、 そのままでもかっこいいんですけども、まあ、やっぱりボンドグループですから、はい、プラスアルファすることも可能なんですよね、うん、結構もう個人的に言っていいですか、やっぱマセラティ多いのはこのタイヤの面、はいはい、で、まあ、ローダウンもスプリングやっぱあの伸びていくとか出てると思うので、まあ、ローダウンしてホイールバシッと入れるだけでも決まると思いますし、結構エアロパーツも出てたりするので、まあ、もしよければそういうご相談もいただければ嬉しく思います。いじったのまだ実写見たことないですけど、海外なんかと結構いるみたいで、写真見るとめちゃくちゃかっこいいですよね。めっちゃかっこいいです、はい、ぜひ一緒にカスタマイズのご相談もしていただけるといいんじゃないかなと思います、はい、というわけで今回はマセラティ MC20 チェロをご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。